ジェフリー・レオナル・マルテ・ポーリーノは NPB の阪神タイガースに所属するドミニカ共和国ラ・ロマーナ州ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手。トを右トウミギウ愛称はエルブレー。2007年にニューヨーク・メッツと契約してプロ入り。2008年に参加のルーキー級ガルフ・コーストリーグ・メッツでプロデビュー。44試合に出場して打率。 325、4本塁打、24打点、2盗塁を記録した。2009年は、A 級、サバンナ・サンドナッツでプレーし、123試合に出場して打率、233、6本塁打、41打点、5盗塁を記録した。2010年も A 級サバンナでプレーし、82試合に出場して打率、264、6本塁打。 44打点、4盗塁を記録した。2011年は A 級セントルーシーメッツでプレーし、131試合に出場して打率。248、7本塁打、55打点、14盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2012年は A 級ビンガムトンメッツでプレーし、 129試合に出場して打率、251、9本類打58打点、9盗塁を記録した。2012年12月18日にコリンカウギルトのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2013年は参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスと AA 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、 二球団合計で71試合に出場して打率、272、2本類が、28打点、8盗塁を記録した。2014年は、A 級ミッドランドでプレーし、107試合に出場して打率、259,10本類打、53打点、9盗塁を記録した。デトロイトタイガース時代2014年11月22日に、 デトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2015年は、三カのトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで開幕を迎え、7月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌5日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは33試合に出場して打率、213、4本類が11打点を記録した。 ロサンゼルス・エンゼルス時代2016年1月27日にコディ・イーブスとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。開幕は参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズで迎えたが5月31日にシーズン2度目の昇格を果たしてからはそのままメジャーに定着。メジャーでは88試合に出場して打率252、15本類が44打点。 に盗塁を記録した。2017年は初めてメジャーで開幕を迎えたが、打撃不振で6月にマイナー降格。9月にメジャー出場枠が拡張されても昇格することはなく、45試合の出場に止まった上、打率。1 7 3四本塁打、14打点と振るわなかった。2018年、左手首故障の影響で途中離脱しながらも、 アルバート・プホルス、大谷翔平らとの併用策により、自己最多の90試合に出場し、209打席で打率。201.7本塁が22打点の成績を残した。オフに40人枠から外れたが、マイナー合格を拒否したため、FA となった。2018年12月28日、NPB の阪神タイガースと1年契約で合意したことが発表された。 背番号は31。2019年、オープン戦期間中の3月中旬に、右ふくらはぎの張りを訴えたため、4月下旬まで2軍で、調整した。4月29日の対中日ドラゴンズ戦で、6番、一塁手、として、スタメンで1軍公式戦にデビュー。5月1日の対広島東洋カープ戦で、来日初本塁打を記録した。 当日は平成から令和への改元初日でもあったため、この本類打は、阪神の選手による令和時代初めての本類打でもあった。7月15日の同カードで2類へのスライディングによって、左膝を痛めたため、翌日から4試合を欠場したが、レギュラーシーズンの中盤までは主に打線の5番や6番を任されていた。しかし、 開幕から4番打者に抜擢されていた大山祐介が不審に陥ったことから8月10日の対広島東洋カープ戦で大戦に代わって4番に起用。阪神の公式戦では歴代104代目の4番打者で9月25日の対読売ジャイアンツ戦まで35試合にわたって務めた。この試合の最中に左足の張りを訴えて交代すると レギュラーシーズンの残り試合を欠場したものの、チームがシーズン3位から進出したクライマックスシリーズでは4試合に出場した。レギュラーシーズンではセントラルリーグの最終規定打席に届かなかったものの、一軍公式1105試合の出場で打率、284、12本塁打、49打点、出塁率、381をマーク。対3が、 小像類一種に定着していたことを背景に、守備についた103試合では、すべて一類一種として起用された。CS 終了後の12月10日に、一年契約でチームに残留することが、球団から発表。2020年、ジャスティン・ボアナイアシュとジェリー・サンズガイアシュが、新たに入団したことから、自身を含めた、MBS 法で、チームの長打力向上に寄与することが期待されていた。 ただし、ボーアの守備位置が一塁に限られることから、自身は本職の三塁にコンバート。春季キャンプから大戦との間で、肖像類で争いを繰り広げた。6月19日に巨人とのレギュラーシーズン開幕戦で、3番、三塁手として、スタメンに起用されると、ベンチスタートの大戦の前で、猛打賞をマーク。さらに、 開幕から2試合で4番打者を務めたボーアがノーヒットに終わったことを受けて3戦目から4番打者に復帰した。6月27日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では開幕を2軍で迎えたサンズが1軍へ合流したことを背景に MBS4 のスタメン同時起用が公式戦で初めて実現。5番ボーア、6番サンズと共に安打と打点を記録した。 阪神で3人の外国人野手が1軍公式戦へ同時にスタメンで出場したことは史上に例目だが出場した3人が安打と打点を揃って記録したことはこの試合が初めてである。以降の試合にも4番打者として出場を続けていたが7月4日の対広島戦で左ふくらはぎの針が再発したため翌5日の同カードから4番の座を第3に明け渡した。 結局、左ふくらはぎの治療を優先すべく、同月11日付で出場選手登録を抹消。抹消後の8月8日にウエスタンリーグの対、広島戦で実戦に復帰したものの、試合中に、左ふくらはぎを再び痛めた。9月18日に、同リーグ公式戦への出場を再開したものの、自身に代わって4番。 三塁手へ定着した大戦の好調もあって、一軍への復帰はシーズン終盤にまで持ち越された。外国人枠などとの兼ね合いで10月21日から、ボーアに代わって一軍に復帰すると、三番、三塁手、としてスタメンに起用された、同日の対広島戦1回裏の第一打席で、一軍公式戦としては3ヶ月ぶりの本塁打をマーク。三番、 一類種として起用された同月23日の大巨人戦でも4回表の第2打席で本塁打を放った。しかし2回裏の守備で1イニング3失策を喫すると5回裏の守備でも1失策を犯したことによって1試合4失策に至った。シーズン終了後、球団から1年契約で残留することが発表された。打球の多くが中堅から 左翼方向へ飛ぶ、右打ちのプルヒッター。特に、メジャー通算で放った30本の本塁打のうち、中堅より右翼方向への本塁打はわずか1本のみである。打球速度が114.2マイルと速いのが特徴で、エンゼルスでは、主力打者であるマイク・トラウト、ジャスティン・アップトンに次ぐ速さだった。また、打率が2割前半とミート力に欠けるが、 チャンスには強く、首脳陣からの信頼は高い。そのため、エンゼルスでは4番打者に起用されたこともある。守備では3塁手、1塁手のほか左翼手の経験を持つ。55メートルを6.8秒で走る走力も持ち合わせていることから、走塁には自信があると語っている。本塁打を打った後のベンチ前、パフォーマンスとして、左手を天に掲げて、 弓を引くポーズを行っている。ドミニカのコメディアンを真似て来日1年目から行っており、3年目となる2021年には、自らラパンパラと命名している。ありがとうございます。